女優、桜田ひよりが16歳で妊娠する主人公を演じるフジテレビ系連続ドラマ「あの子の子供」火曜午後11時、関テレ制作の最終回が17日に放送された第47回講談社漫画賞少女部門23年度を受賞した青い守氏による話題の同名漫画が原作恋人として結ばれるも否認に失敗してしまい妊娠が明らかになる高校生カップルの葛藤と未来の選択を書く 桜田は妊娠で日常が一変する高校2年生、川上福、幸、役。恋人の月島砲役を初共演の俳優、細田義夫氏が演じる。以下、ネタバレがあります。ご注意ください。福、桜田日より、の妊娠がクラス中に知れ渡り、朝、学校の服の机の上には、否認してねと落書きされた否認具が。衝動的に教室を飛び出した服は、 鉢合わせた矢沢、茅島瑞稀、にも目をそらされ、メッセージをブロックされたことと言い,い、大好きな親友に軽蔑されたのだと悲しさが込み上げる。それを聞いた足立、菊池晃子、は服に寄り添うように、ある話をする。一方、騒ぎの発端となった SNS の投稿が同じクラスの生徒によるものだと知った沖田、橋本淳、また、担任としてショックを隠しきれない。産むことを決断した服と宝は、 二人で通信制の高校に転校することに決めた。ラストで、福が教室でインタビューを受けているシーンに変わり、福は答え合わせができる日まで精一杯、私は私を何とか続けていこうと思いますと語った。